Welcome to Easy Mode。 はい、とうとうね、まあ、増税前にちょっとやりたい、自分でやりたいことっていうのを始めたいからで、特にメインはね、このアーケードコントローラーの改造なんだけど、まあそれをちょっと、まあちょっとギークハウスでネット使い放題のうちにやっていこうかなと思うんだけど、はい。これさ、やっぱ雑だね。これレバー、なんでこんな膨らんでて、これまあ多分、端子だよね。なんだっけ。ここがコントローラー、レバーのあの、XY 軸を検出するところにつながってて、で、これが、マザーボードだっけな、ファームウェア。ちょっとここら辺また調べるけど、まあ、ファームウェアのアップデートが必要な、ね、アケコンのその基盤につながるようなところで、これが断線とかしちゃうと、レバーが効かないやつでしょ？いや、でも、こう、まあ、最近のまあ、アマゾンの梱包ってまあ、こんな感じだよね。ラミネートでなんか動かないようになってきたよね。まあ、少なくとも俺が注文してるやつはね。うん。いや。まあ、なんかなぁ。その、緩衝材をこう、内側に巻いてくれなくなったね。っていう愚痴。まあ、これからちょっとハンダとか溶接をしつつ、まあ、これアーケードコントローラー、これ、ちゃんと効くのか？まあ、これ1ヶ月以内にちょっとつけて、効くか効かないかは、ちょっと早めに判断しないとダメだね。さすがに、これがこのまんま入ってんな、多分中は、これ目で見る限りぐちゃぐちゃにはなっているんだよね。うん。こんな感じなんよね。いやでもこういう精密機械が結構雑に入れられてるんだよな。頼んますわ。まあ、ぼちぼちなんかやっていきますわ。